い、お手紙の時間がやってまいりました。アトラスラジオのお便りコーナーです、はあ、どうしたんですか、うん、どうしたんですか。月曜日はしんどいですね。そうですね、月曜日はね、はい、はい、ということで元気よく行ってみますね。はい、はい、山口敏太郎先生、いつも興味深いお話を聞かせてくださりありがとうございます、はい、何度かメールを送らせていただいておりますが今回は私の夫64歳について話させてください。私55歳も夫も霊感は持っておりませんが、お互いに何度も不思議な体験をしています。要は2人とも予知ができるということなのですが、私はそれらを虫の知らせと捉え、夫はビジョンという言い方をしています。へー。夫も私も互いに幼い時に病気で死にかけたという共通点を持っているので、それが何か関係しているのかと思います。まだ結婚する前、私は夫に頭は大丈夫かと言われるかもしれないけど、うん、と物事を事前に察知できることについて夫に話しました。例えば身内の突然死や受験の合否、事故や予期せぬ妊娠出産など 100% の確率で予知ができます。うん、100% ですってすごいですね。できるというよりも、それは私に力があるのではなく夢で本人が知らせに来るといった具合だと伝えたところ、それを聞いた夫は一切否定せず、それはビジョンというものだと教えてくれました。そして自分はもっと明確にそういうことが分かるのだと打ち明けてくれました。彼は5歳の時に重い病気で死にかけ、その時に体外離脱を経験し、死にゆく自分の姿を上から見たことがあまりにショックで、それ以来ビジョンが見えるようになったのだそうです。その話のついでに夫はやはり子供の頃に世界の終わりの光景も見たと話してくれたのですが、その内容があまりに突飛で、私は内心、ああそう来るか、大げさな人だなと思ってしまいました。しかし私の虫の知らせ的な予知を否定せずに聞いてくれたお返しに、一応熱心に聞くふりをしたのですが、信じられなかったせいかほとんど頭に入りませんでした。当時彼はアメリカに住んでおり、私は結婚前に一人日本で事業を立ち上げ、なんとかこなしていたある日の日中のことです。仕事をしていると彼の住む都市はもう真夜中で、とっくに寝ているはずの時間に彼から電話がかかってきました。ビジョンが見えたんだ、今から伝えるからしっかり聞いて、と彼の話した内容は、暗い色のロングコートを着ている年配の女性が今そっちへ向かっている。彼女はショートカットの髪を茶色に染めていて、真四角の大きな箱を持っている。それは君のためのギフトだ。その夫人は今後の自分たちの生活に大きく関わってくる人だ。そのようなことをアメリカからわざわざ電話で言ってきたのです。私はそれを聞いて、彼は寝ぼけているのだろうと思っていました、ですが、なんとその電話から10分もしないうちに、彼が私に伝えたのと同じ風貌の年配女性が胸に箱を抱えてやってきました。それはアポイント仲になっていた、ね、アポイント多分ないんじゃないですかね、うん、はい、その方は以前たった一度だけ私の会社に来たことのある人で、その時私が親切だったからといって私のために海苔巻きを手作りし、三段重ねの重箱に詰め、風呂敷に包んで胸に抱えて持ってきてくれたのです。私は彼の言った箱型のギフトにただただ驚愕してしまいました。その方が帰った後、私はすぐに彼に電話をかけ直し、興奮しながらなぜ彼女が来ることが分かったのかと聞きましたが、彼はビジョンが浮かんだだけだとしか言いませんでした。結局その年配女性はその後、彼が日本にやってきてからも私たちと関わり、その方の助言で私たちの商売の幅が広がりました。これも夫の言った通りです。そこで気づいたのが、これほど明確なビジョンが見える人が以前話した世界の終わりです。人々が逃げ惑い、信じられないほど多くの生き物が死滅する、彼はそう言っていました、確か夫は自分が幼かった日から何十年後と日時も言っていた気がする。そう思い、彼に世界の終わりについてかなり前に話してくれたけどもう一度聞きたいと言ってみましたが、君は絶対に信じない、孫もいるし知らない方がいいだろう、そう言って二度と話してはくれませんでした、以上です。
長々と書いてしまい申し訳ありませんでしたというね、不思議なお話が北海道の Y さん、 Y さん、はい、ご主人は世界の終わりを見えてるんですか？見えてるんですね、きっとね。いや、なんか恐ろしい終わり方をしそうな感じですね。そうですね、はい、ね、不思議な夫婦揃って見えちゃう、ね、予知ができるということでね、ちょっとねお話を聞いてみたい、もっと具体的に ね、 そうですね、ご主人の口から、はい、ね、ね、いつ頃終わりが来るのかとかね、なんかもっといろいろな事件とかもね見えてたんかもしれませんね。そうですね、はい、はい、ということでですね、え、 Y さん、北海道の Y さん、今一瞬名前言いませんでした、穂坂さんに P 入れてもらおう、ちゃんと責任持ってしてくださいね、はい、はい、穂坂さんお願いしますね。北海道の Y さん、どうもありがとうございました。はい、次はですね、ビンタロウ先生、アイムさん、スタッフの皆さん、はじめまして。いつも楽しく YouTube を拝聴しております。ビンタロウ先生のサイン入り貴重な絶版本をいただきまして、読みながら私にもいろいろ不思議なことが起こったなぁと思い出しているところです。心霊体験は多々ありますが、今日はそうではない体験をお話しします。1回目は小学校低学年の時、私は近所の小川に船を取りに行ったのですが、アスファルトの道を歩いていたのに気がつくと川にはまっていたのです。道は膝までありました。あ、水は膝までありました。道と小川の真ん中は1メートルほど離れています。わけが分かりませんでした。家に帰ると出かけてすぐの感覚だったのに2時間くらい経っていてびっくりでした。お、2回目は中学生の時で、子供部屋の机に向かって勉強をしていたのですが、気がつくとベッドの傍らに立っていて4時間くらい経っていました。これもわけが分かりません。もしかして病気かもしれませんが、他にも不思議体験をたくさんしており、記憶が消える何かを体験したのではないかと考えております。ビンタロウ先生はどう思われますか？以上です。そうですね。はい。なんかトランス状態になりやすいんですかね。トランス状態。はい。なんとなくね。ね、なんでしょうね。でも一回病気の可能性がありますから。はいはい、医者に相談するのはいいかもしれないですね。そうですね。記憶が飛んでしまってたりするんですかね。ですね。はい。ちょっと心配ですね。心配ですね。それかちょっとまた宇宙人に連れ去られて戻された。ああ、記憶がね。そうかもしれませんよ。うん、はい、ということで、あの大阪府の K さん、はい、どうもありがとうございました。はい。はい、次が。山口敏太郎様、アイム様、スタッフの皆さん、お世話になっています。長崎の JCM2000 です。はい、JCM2000 さん、はい、地震の予知前兆特集を聞いていて、長崎大水害の時の街路樹のスズメのことを思い出しました。スズメ、はい、長崎大水害は昭和57年7月23日に起きた未曾有の大水害です。死者299人にも及ぶ悲惨な水害となってしまいました。あの時のことを思い出すと、ここは地獄かと思うほどです。不思議なことに、あの凄まじい豪雨に見舞われる 2,3 日前から街路樹に群れていた数多くのスズメたちが一つもいなくなっていました。スズメたちに限らず、猫や小動物たちの姿も見えないのです。動物たちの予知能力は人間のそれとは比較にならないほど鋭敏なのでしょう。以上です。ありがとうございました。だいぶ暖かくなってまいりましたが、花粉の季節でもありますので、皆様お体ご自愛ください。スズメね、はい、姿を消すと危ないと、はい、ね、小動物とかをね、ちょっとペットとして飼われちゃうとね、野生の能力失われちゃうみたいですね。だから野生のスズメがいなくなると危ないってことでしょ。はい、危ないですね。船橋いないですもんね。はい、船橋危ないですね。危ないですよ。どっかアメリカの作家なんか書いてあるんですよね。そうですか。はい、あの船橋になんか核兵器がこっち。船橋にですか。核兵器が。あら、ちょっと怖いですね。怖いですよ。ね、ちょっと早く避難しなくてはいけませんか。
まあここはちょっと船橋北部で田舎の方だから、はいはい、大丈夫なんですか。大丈夫でしょう。爆心地じゃないですよね。ああそうですか、はい、狙われたとしてもね、はい、いやちょっとねあのデパートがあるところが狙われちゃったら悲しいなと思いますね。そうですね。はい、ということで JCM2000 さんどうもありがとうございました。はい、次がですね、こんにちは、徳島の月子です。月子さん、はい、はい、先日は電話インタビューお世話になりました。はい、分かりにくい話を真剣に聞いてくださりありがとうございました。はい、勇気を出して投稿させていただいて本当に良かったです。また似たような経験をされたとのコメントも多くびっくりいたしまして、うん、さて実は私の妹から人の叫び声のような変な音質を、変な音声が入った動画が撮れてしまい、とても気味が悪いので敏太郎先生に送ってみてくれないだろうかと頼まれた動画があります。うん、うん、気味が悪い動画は先生に送りましょうということで、はい、昨年の3月に妹が家族と一緒に徳島市の、浅立彦神社に行った時の動画です。うん、何でも平安時代からある神社で一つどもえが珍しい神社とのことで興味があり訪ねてみたそうです。うん、とても短い動画なのですが開始5秒頃に人の叫び声のような音声が入っています。うん、また写真を何枚か撮ると虹のような光が映り込んだ写真が2枚ありました。こちらの写真も添付いたします。当時変な声が聞こえたなと妹も気づいたそうなのですが、野良犬か何かかなと思いあまり気にしないように神社の探索を続けたそうです。後で動画を見直してびっくりしたそうです。 Google マップを見ても周りに民家もなく実際山道を登ってひっそりとした山の中にあり人とは考えにくいとのことです。敏太郎先生、奥様、アイムさん、スタッフの皆様におかれましてはご多忙のことと思います。どうかご自愛くださいませということで、その音声の動画をね補佐官に載せてもらいましょうね。あとね、うん、お写真の方も何枚かいただいていまして、このなんかね、虹みたいのが出ている写真とかありますね。どこ？はい、これなんか虹みたいな。普通になんか、はい、さびれた感じの、はい、いい感じの神社って感じですけど ね、はい、でなんかね、奇妙な声が聞こえたと。奇妙な声ですか？はい、意外とね、はい、鳥、はい、鳥って鳴き真似するんですよね。はい、あのチェーンソーを、はい、で木を切る音で真似してる鳥がいるんですよ。はい、あと、はい、あの車のエンジン音を真似してる、はい、そうなんです。その鳥が飛んでいくと、はいはい、エンジンかけた車が飛んでんじゃないかと思っちゃう。そうです、空の方からね、はい、意外と鳥ってね、はい、何だったかな、かけすだったかな、はい、あの音を描写するんですよね。はい、ああそうなんですか、面白いですね。ねえ、はい、はい、ということでですね、スピコさんどうもありがとうございました。ちょっと後で補佐官がアップしたら聞いてきますね。そうですね、はい、うん、はい、次がですね、はい、ですね、トヨちゃん、トヨちゃんからね2つお話が来ましたね。はい、はい、まずですね、敏太郎先生、アイムさん、いつも楽しいトークをありがとうございます。トヨちゃんです。はい、アトラスラジオのリスナーさんの中には予知ができる方がたくさんいらっしゃいますが、時として本人が理解できる範疇を超えた言葉や映像が現れてしまい解釈に戸惑うことがあります。うん、私もそんな体験をしたので聞いてください。うん、多分小学校6年生とかそれくらいの頃、ぼんやりしてる時自分の将来が見えるという現象を自覚し始めていました。大概お風呂上がりや寝入り花の時です。ゆったりとくつろいで目の焦点が合っていないかのような開放感に包まれた時、ふわっと自分の未来を垣間見ることができたのです。そんなある日、自分の将来はどんな人生になるのかなと探ってみたところ、償い、
という言葉が現れました。しかしまだまだほんの子供だった私には償いという言葉の意味が分からず大変困惑しました。いくら考えても謝るのとはちょっと違うくらいにしかどうしても分かりません、うん、どうやら前世では謝らなければいけないような悪事をしでかした人生もあったのだと分かり、人の転生とはそういうものだと子供心にも納得しました、うん、別の日には私は何のために生まれてきたのかと探ってみたところ、愛を知るためという言葉が現れました。愛ではなく愛を知るためという一文になっていました。大人でも説明の難しい愛とは子どもの理解力を超えていて当惑しました。このような問いかけを連日試してみましたが、いつも答えは同じでした。10歳を過ぎたばかりの子どもだった私にとっては、あの質問に対する答えは大きすぎて深すぎて持て余してしまいましたが、今この年になって思い返せば、あの時聞こえた償いと愛を知るためは計らずともずっと私の人生の指針となっています。最後までお読みいただきありがとうございました。なんかこれをね読んでる間、なんかねテレサテンさんがね歌が頭の中でなんか償いとか、なんかなんかね、はい、思い出します、思い出しますね、はい、難しいですね償いっていうのは、ね、そうですね、で何をね償ったらいいのかなとか、ね、うん、どういう償い方をすればいいのかなとかね、いろいろありますね。そうですね、はい、そう、愛を知るためというのもねなんか素敵ですね、うん、はい、ということでトヨちゃんの1話目がこちらで、今度トヨちゃん2話目いきますね。2話目、はい、トヨちゃんです、うん、人は時として思い込むだけで尽力を超えたパワーを出せる、そんな状態を目撃したことがあるので聞いてください。一種の気功のレッスンに通っていた時のことです。レッスン内容はインストラクターと対面して立ち、インストラクターが片手でふっと気を飛ばしてくれると、生徒はその圧力で後ろ向きに吹っ飛び、レッスン上の壁に背中から激突してしまいます。もうすごいですね、ふっと気を飛ばすと、ね、生徒さんが吹っ飛んでしまう。なので壁一面には緩和クッションが敷き詰められています。後ろに吹っ飛んだ時、自分の気が動くのでとても気持ちいいのです。ある時は生徒さん自身が持つ気の大きさのためリアクションも大きくなってしまう人がいて、後ろ向きに自転車くらいの速さで走り下がって壁に激突した後、まだ勢い余って背中を壁につけたまま雲みたいによじ登っていき、天井あたりでふわふわ浮いて降りてこれなくなる人もいます。うん、これはすごいですね。どういうことですか？壁に激突した後背中を壁につけたままよじ登っちゃう、壁をこのままこのグーッと売り上がっちゃうんです。そうですね、なんかよじ登っていっちゃうんですって。で天井あたりでふわふわ浮いている、なんかあのすごいですね、これうっちゃんなんちゃんのうっちゃんのコントみたいじゃないですか。そうなんですか、あのありますか、そんな浮いちゃう、はい、あのかかかちょ会長、はい、浮いちゃう会長かなんかいるんですよ、はい、会社の上司で、はい、うっかりすると浮いちゃう、はい、あのヨガの達人の人がね、はい、僕1回しか会ったことないんですけど、はい、がいて、はい、その人は浮いちゃうんですよ、はい、うっかりするとすごいですね、気がついたら浮いちゃってた、なんかいや大変だ、大変です、それだ弟子が、うん、もうみんな、うん、先生浮いちゃダメだって、はい、みんな押さえてきた、はい、膝離しちゃうとヒューって浮いちゃう、はい、すごいですね、それなんか動画とかでね撮ってたらすごい面白い、写真がありましたよ、写真がありますか、飛んでる時の、すごいですね、ね、はい、で4、5分は浮いたままで、私たち生徒全員でそれを見上げて感心していました。4、5分も浮いてるんですか、長いですね、インストラクターさんたちでやっとこさ天井に手を伸ばし、その生徒さんを引き下ろしてもまたふわーっと浮き上がったりします。とても気持ちよさそうでした。これらはレッスン中の普通の出来事です。びっくり出来事はレッスンが終わった後起こったのです。その日レッスンは終了して、みんなでクールダウンのためおのおの正座して呼吸を整えて静かにしていた時のことです。一人の若い女性が何やら体をよじって静かな中で一人クックックッ
と笑っているのです。レッスン内容が不思議で面白くてワクワクが止められないようでした。そしてあろうことかその若い女性はもうレッスンは終わっているのに急に自ら後ろ向きに走り出して壁に背中を激突させてしまったのです。江頭25時くらいだよ。そうですね、ねえ、大丈夫だ。大丈夫ですかね。はい、結局もっとやりたいと思い込んだ末に一人手に体が動いて後ろへ吹っ飛んだのでしょう。人の意識、思い込みの強さだけでここまで肉体を操ることができるのですね。不思議なものを見た一日でした。最後までお読みいただきありがとうございました。当時はまだ練習してるんですかね。ね、すごいですね。あ、でレッスンに通っていた時のことなので、もしかしたらもうやめちゃったかな。ったかな、気功ですって。ね、すごいですね。はい、先生も時々なんかね、気を送るとか言ってね、やりますけど、気を受信してますよ。全然なんともないです。感じるでしょ。いやいやいや、これ全然、これもう、はい、気を送ってますよ。送ってますか。送ってますよ。いやもう、はい、あ、柴田さんから今来ましたね。はい、来ました。気が、はい、来てますよ。受信してます。わかります。あ、そうです、だんだん頭が冴えてきましたよ、私。なんちゃって。え、冴えてってどういうことですか。冴えて、あの、スラスラ読める。本当ですよ。嘘です。はい、ということでね、とよちゃん、どうも不思議なお話ありがとうございました。はい、はい、次がですね、はいはい、ビンタロウ先生、アイム様、ユメロウ様、テル様、タートルカンパニーの皆様、こんばんは。毎日アトラスラジオを家事の合間に拝聴いたしております。はい、岐阜の次光です。次光さん、はいはいはい、先日はバレンタインデーのチョコレートのお返しをいただきありがとうございました。あ、いえいえ、先生のコミックスと小説、そしてアトラスステッカーまでいただき狂喜乱舞いたしました。これは私の大事な大事な宝物になりました。いえいえ、本当にありがとうございました。いえいえ、さて今回は私の不思議な幽体離脱の体験談をお話ししたいと思います。アトラスラジオサードの104回でビンタロウ先生は自らが語られた幽体離脱の体験談を聞き、私の幽体離脱の仕方と少し違うのを感じました。これはもしかしたら幽体離脱は人によってやり方が違うのではないだろうかと私は思いました。うん、違うね。違いますか。うん、はい、ビンタロウ先生のやり方はふわふわと体が波打った状態の時に足の指に集中してその波に乗ると霊体が体から抜け出たとおっしゃっていましたね。まあそんな感じかな。はい、うん、私のはちょっと違っていて、自分の気を体の中央に集め、それによってできた気の塊を見えない壁から無理やりすり抜けさせて幽体離脱するやり方でした。これが人によって幽体離脱の仕方が違うのかもしれないと思ったゆえんです。これから話すお話はそんな幽体離脱の仕方を自分で見つけ、その力を使って大好きな祖父に会いに行こうとした体験談です。私の初めての幽体離脱は今から半世紀近く前で、私がまだ幼稚園児の頃でした。ある日、母の兄弟の鏡を見ていたら、ふと、なんでこの世に生まれてきたんだろう、生まれたらいつかは死ななきゃいけないのになと、そんなことを頭の中で考えていた時がありました。おかしな話ですが、幼稚園児がそんな哲学か宗教者みたいなことを突然思うなんて、自分自身も変な子供だなぁと感じておりました。そんな頃、体があることを苦痛に思い、体からなんとか抜け出ることができないものかと四苦八苦していた時がありました。なぜ体があることを苦痛に思ったのかというと、ある絵を見たのがきっかけだったのです。当時寝具として使っていたマットレスの側面に、天使がベッドの上でふわっと浮いた状態のイラストが書いてありました。多分製品のマークみたいなものだったと思います。その絵の天使があまりに心地よく見えたので、私もあんな風にふわっと浮いてみたいなと思ったのでした。天使の絵を真似て私も布団の上にうつ伏せに寝てみましたが、当然ふわっと浮くことなどできず、ずしっと布団に突っ伏していました。そのうち体から抜け出れば軽くなるのではと考え、一心不乱に体から抜けるイメージをしておりました。
ぐーっと自分の体の真ん中に集中するイメージをして、次に体から抜け出るイメージをしてみました、うん、それは見えない壁をすり抜けるような感じでした、うん、固くてなかなかすり抜けられない壁を、私はただひたすら抜けよう抜けようとイメージしていました、うん、それを私は毎晩布団に入ると体から抜け出る練習ばかりをしていました、うん、ある夜、いつものように必死に見えない壁をすり抜けるイメージをしていた時、突然ポコッと体から抜け出ることができたのでした。体から抜け出るとそれはそれは軽くなり、スーッと体が浮くのです。わあ、なんて軽いの。私はあまりの軽さにしばらくふわふわと部屋の周りを漂いながら浮いていました。はっと気がつくと、足元に自分の体があることに気がつき、突然元に戻らなきゃと思い、すっと自分の体に吸い込まれていき、我に返ったのでした、うん、それからというもの、私は毎晩布団に入ると気を集中して見えない壁をぐーっとすり抜け、幽体離脱をしながら部屋の中をふわふわ浮くのを半分遊びのように楽しんでいました、うん、それからしばらくして大阪で万国博覧会が開かれた時のことでした。大阪万博は1970年3月15日から同年9月13日の計183日間に及ぶ日本で初めて開催された 大規模な博覧会でした、うん、来場者数は実に6400万人にもなり、このアトラスラジオを聴いている中高年の方たちも子供の頃一度は万博に訪れたことがあるのではないでしょうか。行きましたね。行きました、大阪万博。行きました。ああ、そうですか。明らかに僕まだちっちゃかったですけど、はい、4歳、4歳ぐらいで覚えてますよ、はい、あ、そうですか。はい、その頃私は兵庫県の西宮市に住んでいて、万博会場からも近かったので、よく父方の親戚や母方の親戚など我が家に一泊してから万博会場へ行く機会がよくありました。時には親戚一同が集まって総出で万博を見に行ったこともありました。そんなある日、よほど万博が気に入ったのか、母方の祖父がたった一人で岐阜から再度万博見たさにやってきたのです。今でいうリピーターであります。一日中私たち家族と一緒に万博を見て回った祖父は、新大阪の駅で新幹線に乗るため私たち家族と別れました。私は一人電車を降りて去っていく祖父の後ろ姿を見て、泣き出したくなるくらい寂しさがこみ上げてきて、心の中でおじいちゃん行かないでよと叫んでいました。その日の夜は大好きな祖父と別れたのが悲しくて寂しくて、布団に入ってからもおじいちゃんに会いたいよと一人で泣いていました。その時ふと私は、いつもやっている魂が抜けるやつをやればおじいちゃんに会えるかもしれないと思い、早速幽体離脱を試みました。いつものように気を集中して壁をすり抜け、魂を体から抜け出させました。その時でした。それまで幽体離脱しても部屋の中をふわふわ浮いているだけだった私が、おじいちゃんに会いたいそう念じた途端に、体はスーッと高く上り、家もすり抜け、猛スピードで上空を飛んでいったのです。下を見下ろすと大阪の街の明かりが見えました。後ろを見ると足の先から白いキラキラ光る紐のようなものも見えました。多分この光る紐は自分の体とつながっていたものだったのでしょう。岐阜の祖父の家にはあっという間に着きました、うん、西宮から岐阜まで新幹線や在来線を乗り継ぎながら行っても数時間かかる距離を幽体離脱をした状態ならあっという間に着いてしまうことに私はびっくりしたのでした、うん、こんなに簡単におじいちゃんの家に行けるならこれからいつでも行ける、あ、これから何度でも行ける、そう考えた私は嬉しくなりました。さて、祖父の家に着いた私は、祖父母の家族がいた居間ではなく隣の部屋に降り立っていました。その部屋は祖父母宅に遊びに来るといつも泊まらせてくれた懐かしい部屋でした。しばらく部屋の中をぼーっと見ていた時、突然その部屋の襖がスッと開いて光が差し込み、誰かが入ってくる気配を感じ、私は慌てふためきました。まずい、私がここにいたらおじいちゃんの家の人たちがびっくりすると思い、とっさに上昇して部屋を突き抜け、屋根も突き抜け、急いで西宮にある自分の家に帰っていったのでした。自分の体に戻った私は無事に戻れたことに安堵したのですが、すっかり怖くなってしまいました。こんなことを遊びでやってちゃダメだと気がつき、
あれ以来私は体から抜け出てふわふわ浮いたりどこかに行ったりすることをパッタリやめてしまいました。これが私が幼稚園児の頃に経験した幽体離脱の体験でした、うん、長々と拙い文章を読んでいただきありがとうございました。これからもアトラスラジオの番組を楽しみにしております、ということで次光さんです。なるほどね、はい、幽体離脱は人によってやり方が違うんですね。多少違うと思いますよ、はい、でも次光さんの特別なやり方ですね。あ、特別のですか、うん、初めて聞きましたね、はい、でもまあ、うん、そこまでやれたらいいんじゃないですかね。すごいですね。もうなんか自由自在に抜けれるんですかね。大概みんな最初は面白がってやるんですけど、はい、まあ怖くなるんでしょうね、はい、もうやってないんですかね。はい、ということはですどうでしょうかね。まあ幼稚園時代の体験ということで、うん、もしかしたらもうねされてないかなと。なんかおじいちゃんで幽体離脱したことを証明できてるような事件があれば面白いですね。あ、そうですね。でもおじいちゃんもびっくりしますよね、うん、なんだ どうしてここにいるんだってなっちゃいますね。そうですね、はい、はい、ということでね、次光さんどうもありがとうございました。はい、なんと次はアニマルクラブです。アニマルクラブ、はい、なんかアニマルクラブ今日はそれですか。あ、それはね、なんかいいやつですよねそれは、はい、ということでね、山口敏太郎先生、アイムさん、スタッフの皆様、ご苦労様でございます、はい、ここ 2,3 日、金縛りに翻弄されているベントラー不死身のです。今回はアイムさんに喜んでいただきたく、アニマルコーナーに投稿させていただきます、うん、写真は職場の庭にやってくる鳥たちです。綺麗な小鳥とかではありませんが、野鳥と触れ合う時のぬくもりが嬉しいです。とはいえ、鳥たちと仲良くなっても縄張りの関係や鷹に襲われたり寿命などでそのうち来なくなってしまう個体がほとんどです。まあ、そうそうだな、はい、自然のものとの交流には寂しさや悲しみも伴いますが、1年後に同じ個体が戻ってきたりといった感動もあります、うん、もちろん鳥たちのお目当ては私ではなく餌です、うん、ということですね。はい、これなんかね、餌を手からあげてますね。スズメさんとハトさんですかね。手からあげてる。手からあげてますよ。すごいですね。これハトさんですかね。ということでこういう写真が。ハトって手から食べます？食べますかね。普通は逃げちゃっていますね。よく慣れてますね。食べないと思うんだけど。スズメさんがちょこんといるのもね、可愛いですね。スズメは慣れると食べるかもしれないけどね。はい、あ、そうですか。ハトはね。はい、警戒しますよ。しますか。ね、はい、ね、こうやって、ね、やってて、はい、この上にから直接取ったらキュッと首くるつかまえ。なんでそういうこと考えるんですか。キュッと。そんな子だったらもうね、あの手から食べてくれなくなりますよね。もうだから、はい、鳩はかなり警戒心強いです。あ、そうですか。うん、カッと中華料理にされちゃう。中華料理ですか。鳩はね。鳩ね、エジプトでね、鳩料理が。うん、有名なんですよ。ああ、美味しそうですね。なんかねという感じでしたね。はい、ということでベントラー不死身のさん、はい、ありがとうございましたね。金縛りに翻弄されてもうやみましたかね、金縛りね。そうですね、はい、はい、次が、はい、オカルト川柳です。まだ続けるんですかそう、まだ続きますよ。もうやめましょうよ。やめますか。ああ、なんかね、せっかく送られてきたしね、これ、ね、もう それ言うほど面白くないですからいや、ちょっと聞いてみてくださいね。はい、ビンタロウさん、アイムさん、タントルカンパニーの皆さん、日々配信お疲れ様です。三つ目小僧です。三つ目小僧さん来ましたね、うん、オカルト川柳2回目応募します。今回は心霊的なものではなく、アトラスラジオで取り上げている内容らしい川柳です。お手柔らかに。はい、1番、石仏の、はい、意味も調べず位置を変え。ああ、なんかオカルト部ですか、ね、ちょっとたたられそうなこともね。はい、2番、金破り、入り後悔、つく魔物。なんか私発音変ですかね。金破り、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 入り後悔、つく魔物。はい、3番、魔か神か、
人が作りし想念で、うん、うーん4番さあ起きて目覚め促す星の民、ああ宇宙人、宇宙人が目覚めようと、はい、ということですね、はい、5番ガリ私欲汚れ聖域魔が救う、わかります、ガリ私欲汚れ聖域魔が救う、ガリってわかりますか、わかります、あの、はい、寿司屋のガリじゃないですよ、違いますよ、ガリは違う、はい、我だけの利益、私の利益、はい、我の利益、ガリばっかり追求する人いますよね、そうですね、はい、ね、うん、はい、あのね本当、はい、あの最近ね、あまり交流がなくなった、はいはい、女性霊能者また始まりましたね、本当は、ね、始まりましたね、本当信じられないぐらいなんですよ、はい、あそうなんですか、俺ってそこまで言わないから、はい、あのね、はい、理解できないんだよな、はい、俺が人が良すぎるのかな、そう、それもありますよね、だからなんか本当、ね、いろいろ寄ってきちゃうんですねきっとね、ねえ、はい、よだれ垂らしたくて悪いやつがヒヒヒヒって寄ってくるんですよねそうですよ、俺またまんまと騙されちゃうんですね、そうですね、そういうやつは能力があったとしてもね、はい、ダメですよ、はい、自分だけ良ければいいんだからね、あそれはダメですね、はい、だから本当はなんかねパワースポットとか言われてもそういう、ね、私利私欲とかいろいろがね渦巻いちゃって、うん、結局ねなんか汚れてしまうという話も聞きますね、そうですね、はい、ということでね、三つ目さんどうもありがとうございました、もうみんなで寄ってたかったオカルト系川柳を存続させようとしてますね、オカルト川柳存続そう希望される方多いです、僕はお取り潰しを一刻も早く進めたいんですけどねそうですか、このくだらないコーナーはね、そうですか、だって面白くないじゃないですか、はい、そうですか、オカルト川柳、ね、なかなかいいと思いますよ、そうかな、はい、と愚痴っているうちにちょっと前半は終わりですね、いや前世滝沢馬琴と一緒に切腹申し付けましょうかねなんでですか、前世滝沢馬琴切腹申し付ける、切腹ですか、申し付ける、はい、ねえ、ね、なんでですか滝沢馬琴さん、面白いから、いやなんか意味わかんないです、うん、最近閉門蟄居を許されましたけど、はい、ええー、はい、でも自発的に、はい、家にこもってますよ、はい、ね、コロナということでね、そうですね、はい、はい、ということで前半はここまでです、はい、何分ぐらいですか、はい、37分、はい。